きますよ。ラーズセアンブロキリロクシーバティマロクシーバティゴドーサンサンサンミジゴイラハツアンフェリテイエキマデイジゴイラハツソンアムロサタンサイグナムリザニアサニマガジアルゴザニアゴイスルンザニアWaiting for train. Sanjay. Timi. Timi, you didn't like a mall, right? No. So you.ダブルコントリーバルジーラーで、アンダーガンバニーで、マリンで、ダメジャーリー、ステーションバルジャーリー、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 サーバーが出るのですが、そのバス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 が出るのですが、Sunny Sun Urf Journey Ichiban Journey Journey of the Year What video going to do that? You know?English word about that? Here you go. So, is it video to tell me in this car? Video. Hey. So, man. You see, I go, you're building over, right?Using blueprint. Using your tongue of blueprint tracer, guys. This is one only mechanism, process lesson. Hi.映像の音は日本語でもいいですか？はい、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 
乾いた冷たい北風、いわゆる六甲おろしが奈良地方に吹きつける頃、菊政宗花峰村では酒造りの最盛期を迎えます。ここは丹波当時が伝える木元造りを受け継ぐ酒蔵。今日は菊政宗のうまい辛口の秘密、木元造りについてお話しいたしましょう。どっかがあるでしょうか。ここ奈良で丹波当時によって極められました。うまい日本酒の条件は最高峰酒丸、酒造りに適した水、そして伝承の技を持つ杜氏の手によって醸し出されます。お米の蒸し具合はひねり餅という昔ながらの方法で、蔵の責任者である杜氏が確認します。大甲内乱の蒸しが良いとされ、大甲内乱とは外側が硬くて内側まで腐っておる、ちょっと身は硬く感じるけれども、ひねり餅を潰していくとしかして中まで腐っておる。말싸우이겨麹用の蒸し米は燃やすという麹菌の胞子を振りかけ、攪拌して麹室に送ります。麹室では大きなマスの中に取り込み一晩寝かせます。翌日固まった麹をほぐし、温度を均一にし、麹菌に空気を送るため丹念に混ぜます。この後温度調節しながら一晩かけて育てます。翌朝6時、麹の完成です。これが完成した麹、どうですか。綺麗なもんでしょう。
山おろしを廃止したというところから名付けられたものです。昔はこの後元すりという作業を何度も行っていました。この時歌われるのが元すり歌。この歌が夜中まで酒蔵に響いていたそうですわ。元はこの後ステンレスの桶に移されます。そして氷を詰めた冷缶を入れ、数日低温で寝かせます。この期間を打たせと言います。天然の乳酸菌の力を借りながらじっくり酵母を育むのが肝。一見静かな桶の中では低温で増殖できるさまざまな微生物がゆっくりと活動しています。5日目から抱き樽と呼ばれる樽に湯を詰め、元に入れ温度を上げます。これは抱き操作と言いまして、江戸時代から行われている伝統的な方法です。こうした抱き操作や飼い入れをしながら酵母を育てていくのです。では丹波当時伝承の技を科学的に見てみましょう。元には仕込んだ当初さまざまな微生物が入っています。抱き樽で加温し、麹が糖分を作り出すと天然の乳酸菌が活動を始め、糖分から乳酸を生成します。すると乳酸の酸性が強くなり、やがて乳酸菌以外の微生物はほとんど姿を消します。ここから勢いを伸ばすのが乳酸に強い酵母。増え続けた乳酸菌も自ら出した酸と酵母が出すアルコールのために滅びてしまいます。こうして乳酸に強い優良な酵母が生き残るのです。肝とはからしという熟成期間を経て出来上がるまでおよそ25日。この時酵母菌の数は 1g 中に2億個にも達します。測定元の場合は初めに市販の乳酸と酵母を添加することで12日程度で出来上がります。肝とは測定元の実に2倍もの時間をかけじっくりと育てられるのです。出来上がった肝に麹、蒸し米、煮水を加えもろみを仕込みます。初添え、中添え、米添えと火を置いて3回に分けて仕込む、いわゆる三段仕込み。ユリアレギア、ユリアレギア、酵母の成長を促し安定したアルコール発酵を行うのです。肝と作りが力を発揮するのはここからです。肝で仕込んだもろみは穏やかな経過をたどりながらも末期までよく発酵すると言われています。それは肝で育てた酵母が強いということ。実際肝の酵母は長期間からしを行ってもほとんど死滅しません。そのため肝作りのお酒はキレと押し味を持つ雑味のない美味しい辛口になるのです。搾りたての新酒、出来栄えはどんなもんでしょうか。近代的な技術を取り入れながらも丹波当時の伝統が息づく昔ながらの酒造り、菊政宗加茂浦では本物の辛口を求めて日本固有の神秘的ともいえる肝と作りを継承し、うまい酒を作り続けているんです。ここはもともと
酒造りが始まったのが1659年です、360年ぐらい前ですね。でその時に、建ってたこういう酒蔵がありまして、あそこに写真があるんですけども、あの蔵がずっと360年ぐらい前からここにあったんですけれども、地震で崩れまして、阪神淡路大震災ですね、1995年に、地震で崩れまして、その4年後に建て直したのがこの建物です。で、最初の蔵に使ってた木材をできるだけ使って、こういう柱とか梁とかはその360年前のものをそのままもう一回使ってますと。で、その建物だったんですね、あの写真です。普段は農業してる方ですね、なんか途中でわからないことがあったら聞いてくださいね、はい。農業してる方、野菜とかお米とか作ってる方が冬には、農業ができなくなります。雪が積もったりしますん でその間に、働きに来て、お湯の蒸気でお米を蒸すということをします。お酒作りで重要な工程が3つありまして、ここがまず1番ですね。で、ここはお米はでんぷんっていう成分でできてます。それを甘い糖、砂糖とかの糖ですね、甘く変えるのがまずこちらです。で、甘く変わったものが次にアルコールに変わります。で、よく似たお酒で、例えばワインはブドウでできてますけども、ブドウは最初から甘いんですよね、糖の塊です。測ってたんですね。ですから、作業をずっとするときはうーんとか歌いながら、歌が終わったら作業は終わりっていう、そういうことをしてました。昔は時計がなかったんですね。で、今は時計で測ってます。こちらが3番目です。1番が麹作り、2番目が、元作りと言われまして、3番目こちらが、いわゆるお酒作りと言われますけども、この中に最初に蒸したお米、それから水で、あそこで作った麹入れます。で、あそこで作った酵母菌っていうのが入ってる元っていうのも入れます。で、この中で、アルコール発酵を作って入れていきます。で、口をこう縛りまして、この大きな箱の中にどん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 入れていきます。そしてこの柱ですね、この柱、棒がずっとあるんですけど、ここに石の重りをぶら下げて、あそこをぐーっと下げますと、ここが、この棒のところもこう下がっていきますんで、ぐーって押されて、絞られてお酒が出てくるっていう、そういう仕組みになってます。で、出てきたお酒を今度はこちらに、
で、絞ったばっかりのお酒はまだ先ほどの麹菌とか酵母菌がまだ生きてますので、それを熱を加えて、そこから味があまり変わらなくなるので、発酵は終わりということで、でそれからだいたい半年ぐらい、6ヶ月ぐらい、貯蔵しまして、味がだんだんまろやかに美味しくなってきます。でそしたら、瓶に詰めたりパックに詰めたりして出荷、お酒として、売れるということになります。ですから、最初はお米が収穫されて、お米が取れて、秋の終わりぐらいからお酒作りが始まって、で冬の間ずっとお酒作って、春になったらお酒作りは終わりです。でそれから秋までだいたい半年ぐらい、貯蔵を熟成させて、それからやっと出荷ですね。ですから1年かかります。1年かかってお酒ができて、皆さんの元に届くということになります。どうですか、ここまでで何ご質問とかありますか。大丈夫です。またあったらいつでも聞いてください、はい。で今の時期はちょうど秋になって新しいお酒が出る頃でして、この時期に出てくるお酒がありますので、向こうで皆さんちょっと味見してみてください。飲んでみてください。はい、今説明してました。仕込んで貯蔵して美味しくなって出荷するっていうお酒がこれです。木の岩おろしっていうやつですね。これが、大体アルコール度数が 16% ぐらいあるお酒 で、もう一つこっち全然違うものです。こっちはレモンレーシュっていう名前でして、レモンの果汁が日本酒にお酒に入ってます。ですからこっちはちょっと甘くて酸っぱい味ですね。でこっちが花子さん、リちゃん。こっちはさっぱりした。ロカス。ロカス。Guys, first time in life, お酒ドライバー。授業を受けるクラスで。ちょっと、これがダウンな。これがダウンな。わかっていただけましたか。Baik ya Rosnazar. Kas lain. Life got different experience, different energy. ありがとうございました。そうですね。はい。